聴ありがとうございます。ヨドノキイサです。この動画ではですね、こちらのフリーゲーム、5分で脳トレ、リフレッシュ、アハ体験、実況プレイさせていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、このゲームがどんなゲームなのかと言いますと、私もよくわかってないんですけれども、脳トレゲーっていうことで、ね、めちゃめちゃ可愛いイラストですよね。これでなんかアハ体験のね、ゲームらしいです。まあ、早速初めからやっていきましょう。よろしくお願いいたします。このゲームに使用しているイラストは作者の手書きではなくフリー素材です。あ、この可愛いワンちゃんとかもフリー素材なんだ。可愛いな。俺イラスト。お、俺イラストってのがあるんだね。最後のは作者さんが書いてますよ、と。なるほど、なるほど。で、アハ体験ができ。可愛いな、にゃめきち。ヤッホー、はじめまして。僕、にゃめきち。にゃめきちってなんか言いづらいけど、とにかく可愛い。ああ、可愛い。梅雨も終わり、夏真っ盛り。ごめん。タイミング間違えたな。今からがっつり冬に入ろうって時期だわ。ねえ、暑いね。暑くねえな、もう。もう半袖が寒いなーって時期だよ。お手軽脳トレ、アハ体験。可愛い。やるだけで脳にいい液がブシャーって出るゲームのことだよ。オッケー。脳液ブシャーしていこうじゃないか。で、可愛いイラスト、アハ体験のやつも、可愛いイラストなんですね。10から20秒。ぐらいで変化していくのね。何回目で当てられるかな。いやー、結構ね、苦手なんですよね、アハ体験。ステージ1、春。いくつかステージがあるのかな？ハッピー、あ、これでどっかが変わってってるってことか。で、なんか全体像をぼんやり見てみて、どっか変わってますか、これ。まあ、視聴者さんもね、ぜひ、こう、挑戦してみてくださいよ。なんかでも変わったよ、あ、終わった。変わった様子はないけどな。どこが変わったか分かったかな。クリックして、こう、何も変わってないと思うんだけど、さすがに答え見るってのはやっぱ一発目からやることじゃないと思うんで、クリック、あ、手の形になるな。これってことか、あ、外れかい。ま、さすがにね、なぜイースターエッグにはあんなカラフルな模様が、なんでなんで、この模様とかこの模様とかなんか意味があるんか。星には魔除け、赤色は太陽とか希望、いろいろあるんですね。さあ、またやれるんですね。はい、スタート。どこだろう。どっかもうなんかあれかな、最初からここに注目するみたいな感じで決めてみた方が良かったりすんのかな。今なんとなくね、手前とか下側のひよこのあたり見てるんだけど、全然変わった様子はないね。で、左右の花とかもある？え、なんか、この花の色薄いなーって気がついて、こいつ消えてってんのかなとも思ったんですけど、こいつもなんか、同じ色なんで多分これじゃねえんだろうな。花も選べますね。違うんかい。あ、今回はなんか、雑学的なものないのね。どうしよう。じゃ、今度この黒うさぎあたり中心で見てみようか。なんか変わってます？俺今んとこ全然なんか気がついてないんだけど、視聴者さんはもう、あ、これだって答え分かったりしてんのかな？はい。この辺はとにかくなかった。選べる。というか、このあれか、指が出るところが、選択肢になるってことは、先にこう、どこが変わる可能性があるのかとか確認しといたら、いいんと違うか？OK、わかった。ひよこじゃないもんな。うん。キリスト教の行事。復活祭。あー。さあ、そろそろ正解したい。卵系とかって結構あれですもんね。なんか選べま、こいつだ。気がついちゃった。こいつだ。
やっぱ先にあれか、指を出すことでカーソル当てることで選択肢出しておくのはかなり有効な手段と言えるんじゃないでしょうか。見るポイントが決まってくるからね。こいつだろ。おい、お皿にもう一回見る。もう一回見ときましょうか。いやー、にゃめきちかわいいな。青い枠の中が変わってくらしいです。あー、最初こんな縦縞の模様だったのね。あー、こう見ると初期からは結構変わるね。俺がこうなんか卵にカーソル当てて、この辺がとかって話してる時だ、もう結構変わってる途中だったけどね。こう見るとかなり変わってるわ、これ。うん、がっつり変わってますね。簡単ではなかった。結構やり直したもんね。で、ステージ2は夏だったりするのかな？あ、夏ですね。はい。じゃあ見ていきましょう。これはまた。いやー、この亀の色とか変わりそうじゃないですか？この特徴的な色は。って思ったけど、あ、短くね？わからん。亀は、あ、亀可能性があるな。でも変わってなかった。とりあえず亀は外れた。うん。亀さんは変わってないよ。さて、じゃあ、選択肢はもうなんかある程度絞れたんで、まずこの辺のやつ見ていこうか、この辺の。変わってなさそうね、この辺。ああ、短い。今回時間短いな。まあ、カニは変わってない。カニは変わってないよ。美味しいよね。ニャメ吉はカニ食うんか。あ、カニカマの方が好きかな。食べやすそう。それはある。あの、カニカマというか、カニは食べにくいですよね。この辺見てみようか、今回。変わってねえよな。え、微妙にこのなんか泡が変わってたりとかないよな。選択肢に入んないもんな。そんな変えられたらわかんねえよ。ん？タツノオトシゴは、竜の子供。はいはいはい。あ、馬ね。まあまあ、なんか。じゃあ結構。うん、あ、賢くなっちゃったね。賢くなっちゃったね。じゃあ今度この辺見ていこうか、この辺。あ、クラゲだ。青から紫になってる。わかったわかった、こいつっしょ。ほら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 、はい。視聴者さん気づきました？一発で気づいた人も多いんかな。どうなんだろう。こう見ると結構変わりますね。青から紫だ。こっちのね、紫は警戒してたんですけどね。いやー、変わるもんですね。うん。おー、こういう解説もしてくれるんだ。あ、考えてる過程が脳にとってもいい。へえ、とってもいいのか、とってもいいなのか、わからんけど。いやー、今、なんか脳にいい液がブシャーしてますよ。さあ、秋、あー、いいね。なんか、イラストが可愛らしいのがいいですよね。これは本当になんか、ほっこりする感じ。ほっこりする感じなんだけど、今ね、この真ん中ら辺見てました。こいつらは違うね。こいつらは違う。で、まず選択肢を探っていきましょう。じゃあまあ、とりあえずこいつは違うっしょ。小鳥さんは変わってない。よし。さあ、どの辺見ようかな。まあ、手前のこの辺とか見てみようか。この葉っぱも要注意ですね。結構広い範囲で見ていこう。いや、変わってなくねえか。いやー、待って待って、短い短い。こいつは変わってない、確実に。どこだ？やっぱ、こいつらとか要注意なんじゃね？この辺、キノコとか中心に見ていこうか。この辺もまあ変わりや、あーどうだろう。いや、変わってない気がするな。とりあえずこいつは変わんなかった。うん。じゃあ今度右側か？この栗とか微妙になんか、こうじわじわと色が入れ替わ、見つけた、こいつだ。え？そんな変わる？
最初全然気がつかなかったけど、そんな変わる？え、もう一回見る。え、ありえんぐらい変わってなかった？いや、最初やっぱもみじだもん。もみじが、キノコになんのか。え、これ気づかんとかある？しかも最初俺この辺に注目してたんで、変わりすぎっしょ。いや、ブシャーしてる、ブシャーしてるよ。次最後、冬で終わりですね。いや、すげえ大胆に変わってきたな。冬は、いいですね。いい雰囲気、いい雰囲気。で、この玉とかなんか微妙に色変わってたりしそうじゃないですか？って思ったんだけど、うん、変わってなさそうね。さあ、まずチェック。じゃあ、これはまあ違ったっしょ。うん。君ならわかるよ。謎になんか背中を押してくれるんで、今回の星、星気をつけていこうか。なんかほんのり薄くない？気のせい？いや、変わってねえな。これは変わってない。よしよしよし。頑張ろう。この辺見ていこうか。こいつとか色変わりそうじゃないですか。待って、変わってないよな。なんだ、どこが変わったんだ？じゃあベルか、ベル注意していこうか。ベル以外鹿は選べないんで。いや、でも変わってねえよな。変わってない、こいつは。ベルは違いました。クリスマスマーケット。はいはいはい。屋台か。あ、ホットワイン。可愛いカップが、やめきち、やめきち酒飲むんだね。じゃあなんだろう、この辺に注目し、結構、早いスピードで変わってきますね。こいつだ。はいはいはい。よしよしよし。もう一回見よう。なんか、変わるスピード早くなかったですか、今回。結構がっつりなんかスーッと出てきた気がする。うん。最初そっか飾りがなかったんだ。これは、アハジルがブシャーしてますね。はーい、全問クリア。結構時間かかった気がするけどね。アハ体験ね。いやー気持ちよかった。ブシャーした。間違えた数、13。結構間違えたね。カンニングはしてない。そう、不正はしないからね。スコアをスクショしてツイッターにアップしてね。リフアハーってハッシュタグつけたら、そう、作者さんが。どうもありがとう。いやーほんとね、ちょうどいい脳のリフレッシュになったと思う。で、ごめん、夏じゃねえんだ。な。ごめんな、冬なんだ。メニューからおまけ。はいはいはい。たらおまけも見てみましょうか。いやでもそこに関してはあれか。かわいい。おまけについては、視聴者さんね、ご自身でプレイしていただくっていう形にしましょうかね。この冬木さんでいいのかな？作者の方ですね。Thank you for playing. いえいえ、こちらこそ素晴らしいゲームをありがとうございました。で、おまけの方は、おまけ出てんね、おまけ。これは、視聴者さんご自身でプレイしてみて、で、おまけも見てみてください。動画概要欄にね、リンク貼ってますんで、そちらからプレイできると思います。じゃあ、今回の動画はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければ他の動画もまた見ていってください。それでは、失礼いたします。